皆さんこんこにちは今日はあ萩原恭平選手についてちょっと喋、えー、っていきたいんですが、まあ、先日武田選手にンデ、えーまあ、負け、えー、してしまって、えーまあ、かなり多分本人的にショックだったんでしょうねう試合後にちょっと限界なのかなっていうようなうん言葉も。 出して,いてまあ正直かなり、うん、完敗に近い、うん、内容でしたしまあ僕もちょっとだけ試合見直してみたりもしたんですけどまああの試合終わった直後の感想動画でも言ったんですけど武田選手に終始バックを取られ続けバッククリンチの形で後ろからまあ蹴りをずっと入れられるっていう展開だったんですけど。 武田選手があのバックテイクをしなかったんですよね。あのバッククリンチ腰をこう抱いてる状態のだけでこの素径部に足をフックして、まあ、バック直とか、えー、腕十字とか、まあ、まあうまくいけばこう伸ばしてバックマウントでこう殴って殴って終わらせるみたいなこともできたと思うんですけどそれをほぼしないでバッククリンチでずっと。 コントロールして、後ろから膝蹴り、えー、立とうとしたら持ち上げて投げるってまあ,あまあ簡単に言うとあんまり面白くない試合を武田選手はしたんですけどあただあれってすごい消耗するんですよねこう持ち上げて落として持ち上げて落としてっていうのはなんであんなのしたのかっておったららくですけどあのローブローの影響があったんだろうとうん思いますたまあおそらくですけど、まあ、試合後の舞台裏の映像でも相当痛そうにしてる。 感じでしたし、たなんでわざわざあんなことやったんだって言ったらもっと楽なあの楽にコントロールして勝つことはできたと思うんですけどとい,うというかもっと言うと正直ローブローの影響がなかったらフィニッシュできたんじゃないかなとは、うん、思います。まあ、武田選選手、手過去のの試試合合見てもザック・とか ベイナワ選手の試合とか決めれそうな時って結構一気に決めるっていうところはあるのでまあ全くそういう素振りがなくてであの3ラウンドの終盤にバックチョークいった場面もあの萩原選手がうまく対処されたんですけど一切フックを入れなかったんですよねだから多分ローブローの影響で入れれなかったんでしょうね足をこう相手の胴体に絡めてこう密着するっていうのが痛くてできなかったんだと思うんですけど。 ということを考えると、まあ、おそらく萩原選手もそれはなんとなく察してたと思うんですよね。戦いながら。あれ、なんでこれバック取られ、取りに来ないんだろうな、みたいなのは。で、変な動きも多分違和感もあったと思うし。で、その上で完封と言われてもいいような完封負けだったんで、多分結構ショックだったとは思うんですよ。メンタル的に。うん。うん。っていう部分で、 まあ今後どうするのかっていうまあどうするもこうするもないんですけどねまあはっきり言って続けるか引退するかっていう話でそれがちょっとよぎっちゃったっていうことだとは思うんですけれどまあ萩原選手って過去の試合負けた時もほぼ毎回それに近いようなことは言うんですよね結構かなり準備して自信を持ってこの試合に臨んだので。 今ちょっと先のことは考えられませんみたいな結構毎回多分自信満々で今度はいけるこの試合は勝てるっていうようなこう何て言うのかなまあどれが自信を持っていってその自信がもう粉々に打ち砕かれるので毎回毎回こうショックを受けちゃうっていうのが続いてるっていうのがある、うん、と思うんですよね。だからまあそこまでうんその限界って言葉が出たからといって。 まあ心配しなくてもいいんじゃないかなとは思うんですけれどまあいい機会なんでちょっと萩原恭平という選手のライジンを振り返ってみようかなということで今回のタイトルとしては「コロナが生んだスター萩原恭平とは何だったのか」というようなテーマで萩原選手のライジンでのキャリアを振り返ってみようかなと。 思いま,すうん、まあこういうねなんかいきなり振り返るっていうともう引退するの確定みたいになっちゃうかもしれないですけどまあそういう意味ではなくてですねまあいい機会だなと思って、うん、振り返ってみようかなと思います。えー、とまず一番最初に、えー、萩原選手がライジンデビューしたのがえー、とライジン 22ですね、2020年8月もうコロナ真っただ中のタイミングで白河陸斗選手と戦うということで賛成しましたでこの試合はまあなんか本当は他の選手が出る予定だったのが怪我でなんかその選手が出れなくなって萩原選手がまあ緊急出場みたいな感じでまあぶっちゃけ白河選手の カマス犬的に呼ばれたという試合だったんですがここで、まあ、見事おーバンクルはせを起こし3ラウンドに TKO 勝ちということなんですけどこの時点では萩原選手はプロ二勝1敗あ失礼しました一勝二敗ですねプロ1勝2敗の選手でプロとしてデビューしたのも、まあ、2017年。 で、えー、その後、まあ、年に1回ペースぐらいで、まあ、試合をやっていたっていうような、うん、選手だったわけなんですよね。うん、なのでまあはっきり言ってライジンに、うん、本来であれば呼ばれる選手ではなかったあと思いますし。 まあ、プロで一応プロデビューしてからの間もアマチュアシュートとかも出てたみたいで、まあ、本人もねあのあの平本選手にあのアマチュアシュートからやア直した方がいいよって言った後に何かのインタビューって言いましたけど、まあ、そんな僕もアマチュアシュートで勝ってないんですけどねっていうようなことも言っていてまあプロでデビューはしているもののプロとアマのこう間みたいな。 立場にいる、まあ、セミプロみたいな選手だったわけですねがあ白川選手に勝利したうんということで、まあ、そこからライジンにずっと呼ばれるようになるんですが、えー、その後約1ヶ月後すぐです、ね、に芦田選手と対戦して、まあ、これは1ラウンドでアームロックで、えー、負けてしまうんですが。 えー、さらにまあ約今度2ヶ月後にまたライジン呼ばれて内村陽次郎選手に劇的な右ストレートでの衝撃的な KO 勝ちをしてで、まあ、一気に人気が膨れ上がって大みそかの平本蓮選手との試合につながるとでこの試合は大みそかまあ裏メインとまで言われてでこの試合で、えー、平本選手をまあ そしてまあここで萩原恭平という選手がライジンのまあニュースターとしてまあ完全に立場を固めたと言ってもいいと思うんですけどなんとですねこのライジンに参戦したのが2020年8月なので8月9月11月12月とまあ4ヶ月で4試合というハイペースで ライジンに参戦し続けてでまあライジンのレギュラー的ポジションを獲得ということですねで、えー、そっからちょっとね10ヶ月ぐらい空くんですよね10ヶ月ぐらい試合に呼ばれなくていきなり今度朝倉未来選手とライジンランドマーク1ですねあの初めての配信メインにした大会で。 でまあこれで u ネクストのサーバーが落ちたっていうあの、まあ、有名な大会になったわけなんですけれどまあいきなり、まあ、ライジンのエース級の選手とメインイベントで当ててもらえたというわけなんですがまあここではちょっと判定で負けてしまいますがまたここからハイペースで試合をしますミクロ選手との試合が10月だったんですが えー、11月に庄司選手そして大みそかに怪物くんこと鈴木選手ということで、えー、2年間で、えー、7試合 <laughs> という超ハイペースでライジンに参戦して、まあ、ライジンへの立ち位置を獲得したというか、まあ、完全に固めたっていう感じですね。で 実は負けたのはこの時期はまあ2回しか負けてないんですよね芦田選手と三ル選手に負けただけなので最初の2年間では、えー、っと5勝2敗という成績になるわけなんですよね。うん、でここまでのキャリアをまあちょっと振り返るまあなんていうんですかね萩原恭平大臣の前期。 ででもいいんですかね前半部分っていうんですかねを振り返ると、まあ、白川陸斗選手の釜石的なもので呼ばれたとはいえそこでしっかり勝ってで、まあ、国内トップレベルといってっとディポープオジャーの芦田選手に負けてその後に国内で実績のある内村選手に勝って平本選手というまあはっきり言います MMA の素人に勝って。 でいきなり国内トップレベル朝倉未来選手でまあちょっと年齢的にも取れてきていて、えー、本来はバンタム級が適正であろう庄司選手に勝って、まあ、キックボクサー元キックボクサーで MMA としてはまだキャリアは浅井い,い鈴木選手怪物君こと鈴木選手勝つという感じでかなりこう振り幅が、うん、ある。 キャリアなんでですよねこの2年間で先ほどもお話ししたように本来は、うん、萩原選手ってセミプロレベルの選手だったわけですよ白川選手にのと戦う前は。うん、でまあ白川選手に勝ったっていうことはセミプロどころかプロのトップレベルの実力があるっていうのを証明したとも言えるんですけれど、まあ、相性が良かった から勝てた、まあ、あるいは白川選手がその時怪我してたみたいなのこともあったらしいんでっていうのもあったのかもしれない。うんっていうのと、まあ、これは相性うんぬんとか相手が怪我してたうんぬんっていうのは置いといて本来プロでキャリアを積んでいくと時っていうのはやっぱり段階があるんですよね。プロセミセミプロアマチュアのごちゃごちゃっとしたレベルがまあ一番下の最下層だとしたらその上にまあプロで 1>, 1年2年3年ぐらいやってるような選手たちとやってそこで抜け出したところでもう5年10年やってるようなベテランたちにもまれて今度こう競合選手たちと当たっていくっていう,こう段階があるわけなんですよね。まあ、例えばパンクラスとかシュートで言えばまずはノーランカー同士の若手同士の潰し合いがあってそこをクリアしてランキング入るか入らないか同士でそこからランキングの下位。 でそこに勝ったり負けたりしながらだんだん順位が上がっていってランキング中位を突破してランキング上位でやっとタイトルマッチっていうような、まあ、そういう,こう流れがあるわけなんですが、まあ、萩原選手のこのライジン参戦以降を見るともうあまりにも振り幅がありすぎると。 上の方と下の方下って言い方はもうあんまよくないかもしれないですけど、まあ、平本選手とかうん鈴木選手とか MMA のキャリアがすごく浅い選手とやったり朝倉未来選手とやったりっていう、まあ、本来はありえないようなうんキャリアですよね。うん、<laughs> チャンピオンクラスの選手と、まあ、プロデビューするかしないかの選手 を同時にやってるっていう、うん、っていうようなキャリアだったという感じですね、まあ今、振り返ってみると。うん、で、ここからが、まあ、ライジン、うん、萩原恭平のライジン後半に入ってくるわけなんですが、2022年3月に、えー、ヤマス・ドミネーター・佐藤選手と対戦します。で この時がまあ言ってみれば、うん、ついに萩原恭平のこう実力がはっきり分かる試合とも言えたと思います、まあ、いきなりプロのトップレベルに上げられて芦田選手に負けたというのはそれはそうだなわけででその後平本選手にまあ勝ったのもまあ今振り返ればはっきり言って、まあ、今,今じゃなくてもその当時もうみんな分かってたと思うんですけど もうはっっっきり言ってたただけじじゃんみたいな感じにな感その後がミクる選手なんでまあちょっとあまりにもこう上すぎるっていうところでドミネーター選手っていうのはまあ芦田選手に勝ってディープのチャンピオンになっている選手ではあるのでまあ芦、まあ、田選手とある意味同等と見ていいというふうに見た時にそこからあれから成長して約2年間で成長して。 あ芦田選手に何もできずに負けた萩原恭平がディープ元王者っていう同じレベルの選手に何ができるのかどこまでできるのかあるいは超えちゃうのかっていうので、まあ、結構ここは注目されてたと思います。うん、で結果、まあ、1ラウンドで、まあ、ほぼ何もできずう腕を決められてしまったということで、えー、まあ うん残念ながら、まあ、ディープ王者クラスと、うん、勝つ負けるっていうよりはせれるレベルまで上がってなかったっていうのが、まあ、ここで分かってしまったというのはこれは結構、うん、萩原選手のファンだったり、まあ、萩原選手本人にしても結構ショッキングではあったんじゃないかなとは、うん、思いますが、まあ、あまりにもこの2年ちょっと。 がこう、萩原選手の立場からすると、環境があまりにも変わりすぎて、もう自分がどういう立場なのかも、いまいちよく分からなかったっていうところで、まあ、ある意味現実を突きつけられたっていう試合だったんだろうなとは思うんですけれど、ただ、ここで、まあ、ちょっとよくわからないのが、 えー、その約2か月後ですね、えー、と5月5日になるんですけどライジンランドマーク VO3 でクレーベル選手と戦うんですよね。で僕は結構ここが一つうん萩原選手のキャリアのちょっと狂ったところというかまあ 最初から狂ったようなキャリアではあるんですけどもうとんでもない幅の中でやってるわけなんですがドミネーター選手に負けた選手がなぜクレベル選手と戦うんだっていう順番ではありますよね。うんうん、正直ドミネーター選手よりクレベル選手の方が強いと思いますしドミネーター選手に、まあ、寝技でやられちゃって。 わけで,すよでさらに寝技が強いであろうというか、まあ、寝技で言えばライジン最強クラスと言っていいクレベル選手がこのタイミングをぶち当てられたっていうのはまあこれはまあちょっとライジンの興行的な部分があったんだと思います。まあ、クレベル選選選手手手と萩原選手で、まあ、人気選手同士を当てて ランドマークー当時はまだコロナがあってお,お客さんが入れれない大会だったんで、まあ、ペーパービューを売りたいっていうペーパービューが売れそうなカードを組みたいっていうところで、まあ、組まれたっていう,うところではあると思うんですけれどでまあここでうん負けてしまってでこの時も結構ショックを受けてたんですよね萩原選手はうん、まあ、2連敗、まあ、短期間での2連敗なので。 まあかなりこう、うん、本人的には、うん、精神的にはきついですよね。でキャリアの浅い選手なんで、まあ、ここは僕も正直多分この当時感想動画でも喋ったとは思うんですが、まあ、萩原恭平という、うん、将来性のあるスター性のある、うん、選手、うん、を。 潰すようなマッチメイクはあんまりしてほしくないもうちょっと育てるようなマッチメイクをしてほしいというようなことを言ったような記憶があるんですが、まあ、ここは本当にちょっと不可解だったなというか、まあ、結構きつかったんじゃないかなと思いますでその後鈴木千尋選手に、まあ、また寝技爆直で負けてしまったここも本人的には結構きつかったと思いますドミネーター選手クレベル選手はある程度まあ 寝技ができる選手という印象が強いと思います、まあ、特にクレベル選手は。で鈴木千尋選手はまあキックボクシングの試合なんかも出てますし皆さんももう今更言うまでもないと思うんですがまあどう考えてもストライカーですよねあの打撃の選手だと思います。打撃の選手に寝技で圧倒されて負けてしまったっていうのはまあ結構おショッキングというかまあ 限屈辱的な、うん、負けだと思います。うん、でまあここで連敗をしてしまって、まあ、少しここでちょっと、えー、キャリアとしては、まあ、厳しい立場にはなったんですがここからまあ大体半年ぐらいあ経って、えー、カエル・アグモン選手と対戦。 で,でここで、えー、アゴン選手の寝技をしのいで、えー、判定で勝利ということでこれは萩原選手にとってすごく大きな一勝だったと思いますで、えーまあ、本人も試合後の舞台裏で生き残ったっていうことを言っていてでこの試合なんかもともとはライジン側は違う選手を。 まあ候補に挙げてたらしいですよね何人か候補を挙げたって言ってそれの中で萩原選手がアゴン選手を指名したっていうことでで来シ間もまも大阪でも大会だし、まあ、連敗中っていうのもあるからここはきっちり勝てる相手相性のいい相手を選んだ方がいいんじゃないかって言われたんだけど萩原選手はまあ自分からまあ自分にとっては厳しい相手をあえて選んで勝利したっていうところでこれはまあ非常に大きな。 勝利だったんだろうなと思いますがその、えー、と5ヶ月後ですね、えー、牛久選手を用意されたと。でこれはうんまあちょうどいいといえばちょうどいいよかったかもしれませんアグオン選手をクリアしたの次の段階のステップとしては。 まあうん、ちょうどよかった、ねまあちょっと2段飛ばしぐらいの感はあるかもしれないんですがまあアグオン選手の次だったら牛久選手はまだまあ納得いくというかまあ少なくともドミネーター選手に負けてくレベル選手はないだろうっていうそこと比べればはる、まあ、かに、うん、順番としては合ってるうんマッチメイクだったんですけれどまあここで、えー、何度もテイクダウンをされ寝技でまた圧倒されて課題の レスリングとネワザがまた、うん、出てしまったというふうな負け方になってしまったと。でまた半年ぐらい空いて、えー、今回の武田戦だったっていうことですね。うん、っていうふうな形でまあキャリアを振り返っていくとうん。 まあ本当にこう何て言うんですかねこうジェットコースターみたいなキャリアなんですよねこう上か下か相性のすごくいい相手か相性のすごく悪い相手かとかそういう感じでものすごい振り幅が多すぎるっていうかあんまりこう階段を登っていくっていう感じじゃないですよね三段飛ばしが四段飛ばしにチャレンジさせて転んでそのまま転げ落ちてみたいなのの繰り返しっていうか。 まあこれは、ライジン側がまあやっぱりそのさっきお話ししたまあ特にクレベル戦なんかはもうまさにだと思うんですけど萩原選手の人気を利用してまあペーパービューなどが売れるんでしょうねチケットも売れるんでしょうだからそういうやっぱり話題性のあるカードを組みたくなっちゃうっていうところは一つあると思うんですけれどまあアグオン選手との試合とかまあ今回の武田選手なんかもそうなんですけれど萩原選手自身が 選ばない対戦相手をというところもあるんだと思うんですでこれはいい悪いはうんああ相手を選ばずにどん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 な相手でもオファーを受けて戦うという人はかっこいいしプロってそういうもんだろっていうのはうん あると思いますし、まあ、青木伸也選手なんかは割とそういう感じのことを言いますねあの受けたオファーは断ったことがないみたいなことを言ってますし、まあ、ただうーんやっぱプロとしてキャリアを積んでいく上で上を目指すんであればそこは戦略的にやる必要があるっていうところもあるし自分を成長させるっていう意味でのマッチメイクっていうのも 必要なんですよそれは主催者側もだし萩原選手側萩原選手の指導者の方というかマネジメント的なことをやってらっしゃる方がいるのかどうかちょっと分かんないんですけれどキャリアを積んでいく上でどういう順番どういう相手とやっていくかっていうのはやっぱりここは、うん、結構大事で僕も現役で MMA やってた時に僕の先輩とか、まあ、僕は全然大した選手じゃなかったんであれですけど僕の先輩でも。 うん、それなりのキャリーになった選手もいるんですけどプロで2勝か3勝したぐらいの時点でもう言われてましたねあの周りの人というか、まあ、当時だとあのドリームっていうね団体がメジャー団体がありましたけど今でいうライジンに近い団体ですけどそこに出てるような選手うとこう一緒に練習してたんで、まあ、プロ 3, 戦目し3勝しましたみたいな選手にそろそろ相手選んでいった方がいいよって自分のキャリアのことを考えたら相手とタイミングと選んでいいチャンスがくるようなキャリアアップのことも考えて相手選ばなきゃダメだよっていうことは言ってましたね。うんまあ、繰り返しになりますけどそれがあのかっこいいかっこ悪いとか賢い。 うん、というか、まあ、小賢しいというかなどはいろいろだとは思いますが、まあ、そういう要素もプロの世界では必要だとは思いますで萩原選手はまあそういうものをしないでどん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 、うんうん、来たものに対してチャレンジしていくっていうキャリアだったんだろうなってでそれが結果的にちょっとまあ,あんまり、うん、うまくは転がらなかった。 だろうな少なくとも現時点では。これは分かんないですよ、3、4年後になったら、僕は、いや、あの時は失敗みたいなふうに言いましたけど、いや、結果、あんだけどん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 強い選手とぶつかっていった萩原選手、それによって、強くなりましたね、<laughs> こんなにすごい選手になりましたねって言ってるかもしれないです。うん、ただ、現時点ではやっぱあまりうまくいってない、これだけその相手を選ばずに、タイミングも選ばずにやっていく。 っていうのは、まあうん、ちょっと裏目に出てると言わざるを得ないっていうところですよね。うん、であとはまあ、うん、少し技術的な部分っていうと萩原選手は、まあ、まあどう考えてもストライカーなわけなんですけれどまあストライカー あにととっってて一番必要ななものって皆さんだと思いますか打撃の殺傷力 KO できるうパンチとかねそういうものが必要って思う方が多いんじゃないかなと思うんですが、まあ、これは僕の持論ですがストライカーに最も必要なものっていうのは打撃の殺傷力よりも テイクダウンンディフェンス力だと僕は思ってます、まあ、もしくは倒されてから立つグラップリングエスケープ力、まあ、寝技組み技のディフェンス力がストライカーに最も必要なものというかそれがないとストライカーになれない、うんうん、ストライキングスタンディングで戦うっていうことは寝技から逃げる、えー、レスリングをしっかりディフェンスする そういういいい能力ががななと打撃戦でできないんですよどんなにすごい武器を持っていたとしてもそれが使えない、うん、もう一発で仕留められる銃を持ってたとしてもそれに弾を込められない <laughs> っていうことになっちゃうのでうんで。 萩原選手が過去、ライジンで相手のテイクダウンを切って切って、えー、スタンディングの試合を、まあ、寝技に持ち込もうとする相手をの、えー、寝技を拒否して、無理やりスタンドでの打撃を無理やりやらせたっていう試合は、デビュー戦の白川選手との試合だけなんですよ、実はでアグモン選手との試合に関しては。 1>, あの1ラウンドにバック取られて決められかけてでそれをしのいでしのいでしのいでアグモン選手が消耗してるんですよね。うん、なのでテイクダウンを切って切って切り続けたかっていうと意外とそうでもないっていうかで2ラウンドか3ラウンドも1回か2回ぐらいは確かテイクダウンされてたような気がするんですけどまあちょっとそこは記憶曖昧なんですけど、うん、なのでうんこう。 テイクダウンディフェンス力の高さを見せつけたって言えるような試合は白河戦のみなんですよね。うん、なのでストライカーとして最も必要な、まあ、寝技組み技のディフェンスが残念ながら少なくともライジンで戦うレベルでは備わってないと言わざるをえない、うん、っていうことになってしまう。うん で、この打撃の殺傷力っていうのは本当に素晴らしいんですけど、意外とこの打撃の殺傷力って、グラップラーが持ってた方が良かったりするんですよね。だから寝技が怖い、グラップラーの選手のタックルが怖い、タックルされたりやばい、タックルされたりやばいと思ってるところに一発ドーンっていうのの殺傷力があると、意外とそれで KO できちゃうっていう。まあ、UFC なんかだと、 あの寝技がめちゃめちゃ強いんだけど KO を量産してるグラップラーとか結構いるんですよねもう KO を量産してるグラップラーってもはや何なんそれはストライカーじゃないのかって思う方もいるかもしれないですけどそういう選手は多いし、まあ、最近で言うと佐藤選手がまさにそれですよね、うん、絶対に寝技に来るだろうって思わせてるところで強烈なハイキックで仕留めてしまうっていう。 まあ非常にえ分かりやすい一発を持ったグラップラーというのを見せつけてくれたとは思うんですけれどまあそういった意味で言うと萩原選手のまあ今のうんここまでのキャリアを振り返るとライジンで戦えるストライカーとは言えないということになっちゃうんですよね。ただこれはうんこれれはから つけけていけばいいばそれなりにレスリングとか寝技っていうのは時間がかかるものですしまあ本来は多分萩原選手ってうーんそうですねコロナがあって外国人が呼べないからライジンに2020年に参戦した選手だと思うんですけどもしコロナがなかったらあるいはあの時に怪我って まあ白川陸人選手の相手が怪我をしなければどうですかね3年後4年後ぐらいにライジン参戦してたんじゃないかなって気がするんですよねだからちょうど今ぐらいとか去年ぐらいにライジンに参戦してきて白川選手とかとやり始めるっていうはずだったと思うんですよ本来の順番でいけば順番というかキャリアっていうかでそういう 本来踏むはずだった順番をすっ飛ばしてクレベレ選手とかミクル選手とかとやっちゃったであまりにも上すぎる相手とやると課題が何だかかもうわらないんですよねあまりにも圧倒的なキャリアの差があって実力に差がありすぎると反省点を見いだすのもいまいちこう反省点がわからなすぎる。うん クレフェル選手に萩原選手が決められてしまった何がいけなかったんだろうかって言っても、まあまりにもその課題があのわずか数分間23分の中にもたくさんあるんでそうするとそれは消化できないと思うんで,でただでさえ消化できない量の課題まあもうなんていう小学校4年生に中学校1年生がやるぐらいの 課題題ををややららせせるるっていいうか宿題をやらせるみたいなもうこれ何の問題なのかもわからない何が書いてあるのかもわからないしかも膨大な量ってで、それは終わる前にもう次の試合次の課題があるっていうので全くこう課題をクリアできる前に次次また次また次っていうそういう感じのキャリアだったんだなっていうのを今まあ改めてこうやって振り返ってみると。 うん、分かりますねもうほんと小学生にいきなり中学生とか高校生の問題を解かせていってそうすれば中学生高校生並みの学力がつくかっていうとそうではないですからやっぱりそこはやっぱ段階を踏むべきだったんだろうなっていうのは今改めて思したりただこれは繰り返しになるんですけどライジンが悪かったのか萩原選手の。 マネージメントが悪かったのかはまあうんどっちもどっちっていうところでしょうねうであとは萩原選手がまあ限界かなっていうようなことを言ってたんですけどこれに関しては、まあ、ちょっとインタビュー聞いてたら世界のトップを目指してやってきたってでそこに行くのにはちょっとここでこういう負け方しちゃうと限界かなと思ったっていうようなことを言っていて 萩原選手が言っている世界のトップっていうのがどこを指しているのかがちょっとわかんないんですよね。例えば UFC のチャンピオンを目指すっていう意味であれば、まあ、かなり厳しいは厳しいと思いますし、まあ、現時点の7勝9敗っていう成績ではもうはっきり言って絶望的ですよね。まあ、ここから うん、10連勝とかしても USC と契約してもらえるかどうかですしそうなってくるともう USC に参戦できたとしてチャンピオンにたどり着けるの何歳になるんだっていってそのぐらい年齢の時は下ってっちゃうっていう話なんで、うんまあ、その世界のトップっていうのはど,どこのことを言っているのかがちょっと分かんないんですけどまあライジンの例えばチャンピオンを目指すっていう意味だとすればまあ ま,あま,あまだ可能性はあると思うんですけれど、まあ、可能性はあるとですただそれも厳しくはなってる厳しいだろうなとは思います、うん、でうん、まあ、これは萩原選手だけに限ったことじゃないんですけどうん、まあ、僕もあんまりこの話はあんまりしたくないんですけど今の MMA 界っていうのは、まあ、MMA だけじゃなくてスポーツ全体そうなんですけど低年,、ね、年齢化がすごい進んでるんですよね。でこれも話を過去何度もしてるんですけどもう今ライに出てる選手さらに USC 世界トップレベルの USC なんか含めてもそうなんですけれどもう幼少期から格闘技をやってた選手じゃないとなかなか勝てない世界になってきていて。 まあ、もうやるべきことがあまりにも多すぎるんですよねあ今の MMA ってすごくで前回あのまあ武田選手と萩原選手の感想動画とか予想動画の中でも言ったんですけど萩原選手はものすごく質の高いトレーニングを積んできたと思いますアーチュータット選手のところに行って約4ヶ月とかまあこの半年ぐらいなんですけど武田選手は20年間やってきてると <laughs> 小学生ぐらいからずっとレスリングやってると。どんなに質が高くてどんな かなにセンスがあっても半年じゃ20年のの差っていいうのは埋まらないんですよ、うん、でじゃあ武田選手に仮に萩原選手がリベンジするためにはどれぐらいの時間が必要なのかって言ったらまあレスリングにもう相当時間を費やして例えば1週間の中のもう7割8割をレスリングの練習っていうふうにして。 で武田選手のレスリングをある程度対応できるようになるのに僕は 1, もう1年とか下手すると2年とか,かかっちゃうんじゃないかなと思うんですよね。うん、であそんなもんなのって思った人もいるかもしれないですけどさっき言ったよ、ね、うに78割もうほぼレスリングとか寝技に全振りして、えー、うんたらっていう話です、ね。でそれをやると今度 MMA という競技は難しいんですけど打撃が弱くなるんですよ。<laughs> 打撃もちゃんと練習してないと弱くなるんです萩原選手は打撃はものすごくスペシャルなものがありますけど多少練習サボったって衰えないって思う方いるかもしれないですけどこれは残念ながらやっぱり落ちちゃうんですよ。で最近で言うとキックボクサーとして、えー、もう世界で活躍してたアデサニア選手が。 USC でチャンピオンになってショーストリックランド選手に打撃で圧倒されるっていう試合があったりとかまあギルバート・バーンズ選手っていう柔術の世界王者が前回の試合ではバック取りかけたところからマダルナ選手にロールエスケープ回転されてバックが逃げられてしまうとかあれは柔術家にとってかなり屈辱的な逃げ方だと思いますし。 レスリングの金メダリストだったヘンリー・セフード選手がメラブ選手に抱え上げられてテイクダウンされるっていうまあ超超屈辱的なことがあったりとか圧倒的なもうその分野なら誰にも負けないだろうっていうようなものを持った選手たちが MMA に参戦すると当然自分のそのないところを強化するわけですよね。セフード選手であれば レスリングはできるんだって言ったら寝技と打撃を強化しようって言ってで打撃で空手とかそういうのを取り入れて打撃でも倒せるようになってっそしたらレスリングがおろそかになってメラブ選手にテイクダウンされるようになってしまったアデサニア選手も同じで打撃に関してはもちろん磨いてたと思いますけどそれ以上にレスリングとか寝技に多分力入れたと思うんですよねで結果ストリックランド選手に打撃でまあ押されてしまうようになる まあちょっと古い話ですけど2年ぐらい前でしたっけねあのジャカレイ選手っていう柔術の世界王者が、えー三,えー、三角だっけな腕十字かあでまさか一本負けするっていう、うん、そういうこともあるんですよね。だあまりにも圧倒的に強い、えー、長所があってそれ以外の短所をこう、えー、穴埋めしようって言ってるとこう短所が伸びて長所と一緒ぐらいになるっていうのを想像してると思うんですけど実は。 こうなってくるんです長所も落ちてくるんですよね短所を上げようとするとどうしても、うん、人間の体っていうのはやっぱり練習するのにそんな24時間って練習できないですからどうしてもどれかを優先しなきゃいけないし時間っていうのは、うん、限られている、うん、のでその限られた時間の中でやるってなった時にこれを こうならななないいいいよううにしなきゃいけないっていうのが、まあ、本当に難しいんですよ、ね、だからそれを埋めるために中にはまあ良くないことですけど薬に手を出して、えー、回復力を高めてバン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 練習して技術を高くしようっていうふうにする選手もいますしじゃあそれが何で、えーまあ、それこそ武田選手は、うん、に追いつくのにそこまで萩原選手がやらなきゃいけないんだと。 なんでそういうことになっちゃうんだっていうと幼少期の時からやってたっていうで僕も社会人になってから格闘技始めてそれなりに頑張ったんですけどやっぱり幼少期からやってた人には勝てないなって思わされることが何度もあったんでうん幼少期にやってない、まあ、萩原選手なんかは僕は結構その何ていうのかシンパシーがあるというか。 頑張ってほしいなって思いがあるんですけどやっぱ現実的に今の格闘技の特に MMA を見てるとやっぱちょっともうこれからの時代は難しいいんだと思いますあの幼少期にやってない選手が努力でどうにかするのには時間が足りなすぎるというのがあるのかなっていう。う だから川尻達也選手とかがあの USC で活躍したり、まあ、ストラッサー選手も確かそうだったと思うんですよねあの幼少期の時は格闘技の経験なかったと思うんですけど USC まで行ったりとかそういう選手が行ったのはやっぱりちょっと前の時代で、まあ、今だと平達郎選手が、まあ、中学生から MMA やってたっていうのが、まあ、それでも中学生ですからね中学生からやらないともう厳しいっていう。うん はあるのかもしれないけどうんまあそれがまあちょっと厳しい現実なのかなっていうふうに、うん、ちょっと思ってますね。っていうのがまあ萩原選手を振り返ってみた時に出てきたものかなと今こう改めて振り返ってみるとこういうキャリアでこういうことが浮き彫りになってくるのかな ただまあもうさっきも言いましたけど、うん、僕はまあ獲得経験が優勝儀にない選手が活躍するのはちょっと、まあ、自分がそうだったんで、うん、応援したくもなるしで萩原選手は、ね、なんかこう一気にボーンって人気が出ちゃったんでなんか平本選手とか三國選手とかみたいに YouTube とか SNSX とかで人気が上げた選手の中の同じ枠にされちゃいがちなんですけど萩原選手ってあんまりそういうのやんないんですよね。 SNS でなんか炎上させたりとか YouTube で何か言ったりとかそういうのしないで本当にうんまあリングの上だけで結果出してでまあ何か言うのはまあ記者会見とかそういう時勝った後のパフォーマンスとかだけでまあちょっとこうなんですかね昔っぽい格闘家っていうんですかねやってることは。でまあ割とあの弱点も明確で長所も明確っていう本当に いいろんんな意味でで昔の格闘家っぽいんですよね、うん、だからまあ人気があるのかもしれないですけれど、うん、まあそういう選手がなかなか結果が出せない時代になってきてるっていうことなんだと思います、うん、そしてまあそういう選手が結果を出して上に行くためにはもうちょっと丁寧なキャリアアップが必要だったんだろうなと思うんですけどまあそれは今を今の時点で過去を振り返ったらなので。 ここからどういうキャリアを作っていくかですよね。もうそれはもう今言ったって過去のことは変えられないんで、萩原選手はここからどうやって、本人がまだやる気があって、萩原選手の言う世界トップを目指すんであれば、まあ、練習環境とか、あとやっぱり試合のオファーを、まあ、今回は武田選手にこう挑発されたらとかもそうですけど、まあ、何でも受けちゃうっていうのが、まあ、萩原選手らしくてそれがかっこいいっていうのもあるかもしれないけど、 時にはやっぱり賢く振る舞わなきゃいけないところもあるんじゃないかなというのがうん、まあ僕の感想ですねっていう感じですかねえ今日はこんな感じで終わりたいと思いますではではこのまま金網に押し込んで体力を削ってやるたとえ振り向かれたとしてももう一度組み付いてやる 高評価、チャンネル登録よろしくね。